オッケー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 、お、すごいすごい、キュインキュインキュインなってる、キュイン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 。私の完璧な作戦に従えば勝利は間違いない。実行に移れ。目標を攻撃せよ。どうもこんばんは、カルア亮です。今日はね、スターウォーズバトルフロント2やっていこうと思います。でコープモードです。勢力を選びませんでしたので、時代も陣営もバラバラでマッチします。何を言ってんだ、違う、時代も陣営もランダムで、マッチしました。3発撃ちます。撃ち切ったら黄色でリロードします。黄色リロードしたらめっちゃ連射できます。気持ちいい、そういうこと。全部外していくお前当たりに来い、自分から当たりに来なきゃ当たらないんだぞ。お前、弾は当たりに来なきゃ当たらないんだぞ。当たれよ、ほら俺が撃ってんだろ。当たれっつってんだよお前。お前さ、俺が当たれっつってんだから当たんなきゃダメだ。もう舐めてんの？ねえ、当たれっつってんのか、当たれよ。あ、やばい、アナキン来た。ちょ、やばい、やばい、ちょっと、やばい、スティンガーで、スティンガーを当てまくる。スティンガーで削る。毒ですよ。うわっ、僕ね、サイクラーライフルの申し子である前に、ボスクの申し子でもあるんですよね。ええ、自称ですけど。毒ですよ。こっち来いよ。あれ、ああ、味方が倒した。やば、人数多いぞ、これは。俺一人で処理するって言ってきてる。噛んだ。やばい俺、なんか、脳の病気とかかもしんない。すっごい噛む。いいよ、選ばせてあげる。爆弾で死ぬか、俺の銃で死ぬか選ばせてあげる。はい。いいよ、選ばせてあげる。毒ガスで死ぬか、俺の、ライフルで死ぬか選ばせてあげる。どっちがいい？両方、オッケー。あ、やばいやばいよ。オビアン君だよ。オッケーオッケー、いいよ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 、ナイス。選ばしてあげる。毒で死ぬか爆弾で死ぬか選ばしてあげる。これあんま意味ないんだけどな。もったいない、もったいない使い方なんだけど、折るしかしない。毒ガスと、近接反応地雷同じところに置くっていうの、折るしかしない。広々では多分みんなやるかもしんないけど、ダメージすごい伸びるからね。ね、これで。こうやって。滞留時間伸ばしてるから、結構な人数枯れると思うんだよね。はい、毒ガスで。よし、近接反応地雷も置いてある。ちょっと裏の外見に行こう。はい、これが気持ちいいんです。ダースモールが何かやってる。
あ、やばい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 、遊んでる場合じゃねえ。おお、ナイス、ダースモール。よし、爆弾をいったぜ。毒ですよ、体に毒ですよ。地雷だよ。あーはー、ビリ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 切っちゃった。毒ですよ。あー、やばい。おちょちょ、人数多いすぎ。オッケー、はい、これ、はい、強い。俺敵いない。なんで敵いないか知ってる？俺が全員食べちゃった。レミニセンス。なんだ、オビアンか、あいつ。オビアンだ。ちょっと待って、オビアンは一旦、どうしよう。これでちょっと、あれする？ちょっと待って、ちょっと俺の方来んなよ。俺の方来なくていいでしょ、オビアン。オッケー。オッケー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 。お、すごいすごい。キュインキュインキュインなってる。キュイン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 。あ、もういない。あ、いっぱい来る。オッケー、ちょっと待って、急ぎじゃない？敵。オッケーオッケー、キュイン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 、すごいキュインキュイン。これボスクはこれができるからね、同時複数箇所で同時多発テロができるから。もう暗殺者っていう肩書きではあるけど暗殺しないから。爆弾置きまくって爆殺してるから、ほら足元に気をつけな。ほらほら、グレポンも使っちゃう。おーす、やばい、この人数には対処しきれない。あー待って、ヨーダだ。ヨーダかなんだよ。賞金稼ぎを呼んだのはお前か。賞金稼ぎを呼んだのはお前か。ダークですよ。つまらない獲物だぜ。爆弾ですよ。終わった。やっぱコープのね、ボスクの強さ半端ない。オッケーオッケーオッケー。オッケー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 。私って最強。えい、これあれだからね、あのボスク確かに強いけど、これ慣れが必要ですから。まあでもコープで使う分にはいいと思う。あの練習になるし楽しいし、広々だとね、あの味方との連携がねできるかどうかで結構変わってくるんで、広々だと本当に、おーし、勝ったぜ。1位。まあボスクだし。